令和の時代を前に函館にも桜の便りがやってきました。風に乗って桜の香りが漂っています。これどうする？そこで5、5ですね、うん、はい、はい、午前10時過ぎ、気象台の職員が函館五稜郭公園にある標本木ソメイヨシノに5輪以上の花を確認し、開花を発表しました。咲いてますね。去年よりも1日早く、平年よりも6日早い開花です。わー、綺麗。開花から満開まで4日ほどかかります。ゴールデンウィークでもそうですね、前半の方が見頃になってくるのではないかと。ゴールデンウィークに備え、五稜郭タワーでは展望台からもお花見が楽しめるようにと、200枚以上ある窓ガラスの清掃も行われていました。最高。最高。Unbelievable. We have taken hundreds of photos. Hundreds, hundreds of cherry blossoms. 札幌でも午前9時半、気象台にある標本木の確認が行われたんですが、すごい近いのほとんどまだ芝生の状態です。今日一気に咲くか、これから咲く可能性もある。いやそんなに、あの目の状態を見ますと一気に開くっていう感じではないです。しかし午後になり気温はぐんぐん上がって、オホーツクのサロマ町では真夏並みの暑さの 28.4 度を観測。今日はびっくりした。とにかく暑くて、もう今年最初の T シャツになりました。とても我慢できなかった、うん、気象台の職員が現在桜の標本木を確認しています。今日2回目になります。果たして今日の桜の開花の発表あるんでしょうか。札幌でも 23.2 度と6月下旬並みの気温に。2回目は気象台の伝統だという桜色のネクタイで桜の様子をチェック。そういうのがあるね。本当だ。あ、6輪以上確認できましたので、本日が開花となります。朝の観測では今日は難しいんですか、はい、そうですね、やっぱりこれだけ気温が高かったんで、そのせいもあって、何輪も咲いたんだと思われます。いや嬉しい。札幌では去年より2日、平年より9日早い開花となり、ゴールデンウィークもお花見が楽しめそうです。